2023年も残すところあと16日です。年賀状の受付が今日から全国の郵便局で始まりました。こちら福岡中央郵便局で子どもたちが年賀状を入れているポスト、よーく見ると目がパッチリ。ちょっとドキッとする。ポストくんに出してます。ポストくん結構リアルな。真っ赤なポストくんに扮しているのは郵便局長です。およそ1週間かけて局員たちと一緒に作ったそうで、材料費は3000円ほどということです。嬉しい気持ち。楽しみだね。うん、楽しみ。簡単に届く心のこもった手書きの年賀はがき、これはやはりもらわれた方がとてもお喜びになられるんではないのかなという、しっかりお届けをするということをお約束をさせていただきたいと。郵便局の前では新年に向けた雰囲気を盛り上げようと、天神千歳保育園の園児たちが元気な歌声を披露する中、福岡中央高校書道部の生徒が来年の干支辰を力強く書き上げました。25日までに投函された年賀状は元日に届けられるということで、早めに出してほしいと呼びかけています。